こんにちは、霊夢です。マリサだぜ。フリーのホラーゲーム、おとぎり、をプレイしていきます。早速タイトル画面から血まみれだな。かなり怖そうだ。早速始めるとしましょうかね。ヘッドホンの着用を強く推奨します、か。もちろんつけております。なかなか怖い思いしそうだな。もしもし。の。俺の、声が、聞こえてるのか。その声、西田なのか、まさかあの屋敷の中にいるのか。ここから、出られないんだ。恐ろしい。こっちへ来てくれないか。わかった。心配するな、すぐに行くから。俺の住む町には、昔からの言い伝え、というより、一種の階段のようなものがあった。山奥に佇む一軒の屋敷。そこには、姿のない住人、がいるというのだ。それらは、精神状態が弱っている人ほど、見えるようになる。完全に精神崩壊すると、姿のない住人、に引き込まれる、というものだ。もちろん、そんなバカみたいな話は子供しか信じていなかったけれど。5年ほど前に、その屋敷に住んでいた画家の男と、その幼い娘が行方不明になってからは、近づかないようにしていた。そんな時、友人の西田から電話がかかってきたのだ。精神病を患っていた彼も、屋敷へ向かう姿を目撃されて以来、1ヶ月ほど行方がわからなくなっていた。彼の居場所がわかった以上、そこへ向かわないわけにはいかなかった。始まりました。まずは中庭からのようだな。操作方法はあらかじめ予習しておきました。ついでに、これらのキーをジョイスーキーで割り当てて、ジョイパッドでプレイしてます。そのままキーボードでプレイしないの。個人的にコントローラー使った方がやりやすいのでそうしてるわ。キーボードでの操作にはあまり慣れてないのです。なんかこういう主観視点のゲームって、コントローラーよりもキーボードとマウス使う方が、素早く操作できて便利だと聞いたりするんだが。FPS やるのならその方がいいんだろうけど、さすがにホラーゲームで、ものすごくシビアな反射神経要求してくるゲームはないだろうし、それに自分は昔から据え置きでゲームしてきたこともあって、コントローラーに慣れちゃってるからね。走行してる間に中に入りましたな。いきなり暗いですわ。主人公はーはー言ってますな。人んち入って早速興奮していていやらしい。怖いだけでしょ。扉調べなくても近づいたら勝手に開くみたいだね。これって何かに追われる系のゲームだから、勝手に扉開いてくれるのは嬉しいな。襖が自動で開くとか、大奥鬼を思い出すわ。またものすごくマニアックなゲーム持ち出してきたな。鍵がかかってた。赤い鍵が必要みたいだな。赤いランプは鍵の色を表してるっぽいね。古い日記。昔ここに住んでいた画家の男のもののようだ。この家に住み始めてもう1ヶ月が経過する。これだけ広い屋敷であるが、値段は驚くほど安かった。周りの人たちはこの屋敷を心霊物件などと噂しているが、私も5歳になる娘も、それらしき気配は一切感じていない。やはり噂は噂なのだ。何も心配する必要はない。安い物件か。これは確実に曰くつきですな。どうやらキッチンに出たようです。結構古い屋敷かと思ってたけど、割と近代的なものも置かれてるんだな。それにしてもなかなかサクサク進みますな。怖くないのか。実際めちゃくちゃ怖いですわ。でもビビって立ち止まってたらいつまで経っても終わらないから、勇気を出してガンガン突っ込んでます。いつ驚かされるかわからない中で突っ込んでいくとは。その時はその時ですわ。覚悟しておきましょう。このゲームめちゃくちゃ怖いって聞いてるからまだ覚悟が。バールを見つけないといけないみたい。速攻で探しに行きましょう。とりあえず階段登りますか。そうしますわ。鍵発見。古い日記。
高熱を出したことを境に、娘の様子がおかしくなった。夜になると、地下室へ行って一人で話し始めるのだ。気になって何と話しているか尋ねてみるが、なぜか答えたがらない。不気味に思い、地下室への扉を封鎖し、娘をできるだけ地下室から遠ざけようとするも、娘は隙を見ては地下室への扉の前へ行き、また一人で会話を始める。一晩中、扉の前で話していることもあった。まさか本当に、姿のない住人がいるとでも言うのか。娘さん呪われてしまわれた。赤い扉のとこへ行きます。気にしない気にしない、思いっきり白目向いてるやんけ。あの扉だな。画家の部屋か。あやあや、もっかい調べてみたらどう。古い日記さん、娘がとうとう姿を消した。まるで神隠しにでもあったかのように、何の痕跡もなく消えてしまったのだ。しかし、私にはそれが、姿のない住民、の仕業であると確信していた。行方不明になる直前、娘には、姿のない住民、が見えていたのだ。大量の血の手形。なんぞこの気持ち悪い。バール発見。書類もあるよ。クリニキヨン、娘が消えてから約3週間、体は急激に痩せ、歩くのがやっとの状態になってしまった。そんな時だ、近くないようなことの笑い声が聞こえるようになったのだ。きっと私の精神も崩壊しつつあるのだろう。いつしかその姿もはっきりと見えるようになってしまった。よかった、これで私も娘は倒れる。早すぎて聞き取れねえわ。気にしない気にしない。なんかノイズみたいなの聞こえる。これはフラグなのか。首吊り死体見えてたよね。出てくる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 。BGM 流れましたな。スピーカーからノイズ流れてたのか。音の正体が分かってしまえば何も怖くない。ガンガン進んでいきますぜ。気持ち悪い音流すとは、なんて趣味の悪い。グリーンハーブ。いや違うでしょ。一生クリアか。早いな。この調子でガンガン進むぜ。次は階段からスタートか。なんかそろそろ出てきそうだな。幽霊でも何でもかかってこい。サクッと終わらせてやる。いや、さすがに倒せないでしょ。なんだろうあの扉。三つの鍵が必要ときたか。青赤緑だな。速攻見つけてサクッとクリアだ。そう簡単に行くのかな。うめき声聞こえます。聞こえ。うわぁ。何かいましたよ。いましたな。まさか見つかったら終わり。どっから来るんだ。何あの亡霊みたいなのは。なになに。うわぁ。マジかよ、あんなのに追いかけられながら鍵探すのかよ。これは逃げる場所ミスったら終わりじゃねえか。とりあえず適当に逃げてるんだが。西田の手。西田は相手に殺されたのか。あ、そっか、赤い髪発見。あや、これは行き詰まったか。うおー、逃げるぜー。二つ目の鍵を探せ。そうしてるよ。マックス把握してないから適当に行くしかないけん。さっきから叫んでる亡者みたいなのなんなん。て鍵ち狭すぎ。起きちゃった。やばいぞ、どうやって切り抜ける。絶対あそこ鍵ありそう。とりあえずピアノ使ってうまく切り抜けるぜ。あや、もう一回挑戦するの。起き近いんだけど。さすがにこんなところ渡ってこないと見た。また起きた、むずいぞこれ。もっかい行きます。行くしかないでしょ。あそこ怪しすぎるからね。落ち着け。さあ今度こそ。ようやるわ。青い鍵発見。予想通り。あいつここに来るのかな。なんかいい。逃げろ逃げろ。鍵はあと一つだぞ。もしかしたら一回も殺されずに2章を終わらせられるんじゃ。あいつわざわざあんな狭いとこ渡ってくるんだな。あと一つどこだー。最後まで油断するなよ。ここは赤い鍵あったとこだな。緑は一体どこなんだ。
こっちはまだ行ってないぞ。もうじゃいるな。トイレ。そこはまずい、早く別のところに。ここに扉あるじゃん。もしかしてもうじゃみたいなやつ、居場所を知らせるために叫んでるのか。多分そうっぽいね。緑の鍵。目が行ってるんだが大丈夫か。ついに揃った、これで勝つる。さっきからジャンプしまくったり左右に動き回ったり。敵を煽りすぎやろ。大丈夫だ、絶対勝てる。猫の扉まで行けばクリアでしょ。道順覚えてます。いや、必死すぎて覚えてないかも。あやや、おっと、ここは赤い鍵のあった場所。ここからはもうわかるわ。なんと、一度も殺されずに2章までクリアか。ようやるわ。多分偶然です。まさか扉開けた瞬間急に、なんてことにならないよね。最後は煽るんだな。二章クリア。やるな。この調子でガンガンクリアしていくぜ。何章まであるのかな。さあわかりません。姿のない住民について、姿のない住民は、精神異常を来す者ほど見えるようになる。存在が近しくなるためだ。彼らは普段、一定の場所に執着し、ほぼ無害である。しかし、強い怨念を持つと、人間に危害を加えるようになるのだ。これは、一種の呪いのようなものである。姿のない住民の核となる者が周囲の人々を引き寄せ、取り込んでいく。取り込まれた者たちも、またさらに人を呼び続ける。彼らは永久に、この呪縛から解放されることはない。相変わらず早いですわ。速聴に最適。何この部屋。椅子の上で誰か殺されたのか。亡者発見。半透明な奴もいるな。叫ばないね。叫んでほしくないわ。ではさっさと次行きましょうか。そろそろ来そうで怖いな。同じく。グリーンハーブ3つ。ダンスが倒れてますな。何気に当たると動くっぽい。フラグ立ったのかな。めっちゃ怖かった。うわぁ、絶対何かいますわこれ。どうもこんにちは。うめき声の正体はこいつか。これまで見えなかったものが見えるようになるということは本当に危険だということだ。気をつけた方がいい。すでにヤバいやつ見ちゃってるしな。ちょ、なんか顔があります。勇気を出して近づきます。なんかダクソでこんなお面なかったかな。外来の仮面ではないかと。うわぁ、またいたのね。こいつら襲ってきたりするのかな。向こうにもいますが、ずっとこっち見てるぞ。やあ、こんにちは。怪しいものではございません。何もしないでね。こいつら何体いるんだ。後で一気に襲ってくるのなしだぜ。マジかよ、懐中電灯消えた。それでもガンガン前に進むのな。もう傀儡面亡者は出てこないのかな。さあ出たー。やばいやばい、これは殺されるのでは。落ち着け落ち着け。こっち行けないだと。あいつの行った方向しかないみたいだな。ほんとビビりつつも勇気あるよな。なぜそんなガンガン進めるのか。何の音ですか。牢の中に誰かいますな。犠牲者の一人だろうか。音が怖すぎ。しかし私は立ち止まることはない。ちょ、そっちは確実にいるだろ。いつでも来なさい、華麗にす。あああ、早く逃げろ。西田か。西田さんめっちゃ体ボロボロじゃないですか。
ちょ、扉開いてるんだけど。西田逃げろー。来た。西田、バラバラにされとるがな。ひでえ。二章であいつに捕まってたらこうなってたのか。恐ろしや恐ろしや。そっち道が続いておりますが、行きたくないけど行きます。ぐちゃぐちゃ音鳴ってる。決まりね。恐れてる。トラウマになるわ。中には入れないみたいなので退場退場。え、音が止まったな。戻るのかよ。どうなったのか確かめに行きます。完全に死亡フラグじゃね。あいついないっす。絶対どっかで徘徊してそう。早く逃げろ。そうしますわ。西田、助けられなくてすまんな。廊下長くね。長いな。あ、もう終わりか。油断するな。おっと、外に出たね。大雨降ってますな。どうやら屋敷の中庭っぽいね。ということは、まだまだ逃げられないのかも。雰囲気的にまだ終わりそうではなさそうだな。扉がありますね。また屋敷内部の探索か。ナウロービング。さっきので3章クリアか。ほんとサクサクだな。4章も一度も殺されずにクリアできるかな。今度は青と赤の鍵か。また追いかけられつつ探すパターンね。緑の鍵もあるのか。古い新聞、赤の男がここに住む10年以上前に書かれた記事のようだ。19×年×××日、誘拐されていた当時14歳の少女の遺体が発見された。現場調査によると、犯人は少女を誘拐した後、自らの屋敷の一室に監禁していたようだ。その間、少女には食事が与えられていなかったのか、少女の胃の中からは雲や壁の塚の皮が検出された。監禁とお金に、少女は耐えきれず落ちていたマッチで自ら火をつけ。途中で切れてたな。そうだね。赤い鍵は、ここの住人の誰かが持っている。彼は落ち着きがなく走り回っているから、君は追いつつ追われなくちゃならないね。ここから追いかけっこか。どうせ遭遇するだろうから突撃します。こえー、襖開けるたびに出てきそうで怖いわ。うわー、傀儡面王者再登場。あれ当たってたらどうなってたんだろう。ここからはいた模様。ちょ、血が続いておりますぞ。こっちから行きますわ。そこいなかったか。来たー。私は一度も死なずに4章をクリアするんだ。こんなところでやられる場合ではない。そんな都合よくいけるもんなのか。わからないけど、2章の経験があればさせる。そして偶然緑の鍵ゲット。運良すぎ。とりあえず緑の扉開けた先に鍵がありそうな予感はするな。確かに、とりあえずそこに行くわ。そっちから来たって、そっちではなかった気がするが。こっちだ。急げ急げ。
イツ早くね。こんなに全力で逃げてるのに BGM の音がなかなか小さくならない。確かに早いよな。さあこの先に進みます。赤と青はこの先なのかな。そうであってほしいですわ。赤いのはさっきのヤツが持ってたな。ヤツが来る前に全力で追いかけます。鍵よこせー。早くよこさないと殺される。近いぞ。よし、あと一つ。青はどこなんだ。それよりヤツがそろそろ来そうなんだが。もうここは調べないの。調べたいけど、さすがにヤツが近くにいると厳しい。一旦遠くへ逃げてからもう一回戻ってこようと思う。なるほどね。とりあえずどこまで逃げるんだ。できるだけ遠くに、なるべく離れた場所で迂回するような形で戻ってこられれば。それができれば、さっきの場所を探索する余裕が生まれると思われ。あとは青い鍵だけだから、それさえ手に入ればクリア余裕なはず。あれ、そっち行ってないよな。確かに、まあでもこの先に鍵があればその…いやマジで死んだかと思ったわ。画面に血がついたな。そしてすぐに取れた。何この迷路。これはさすがに死亡フラグ立ったか。普通に行き止まりあるやんけ。ミスったら一度も死なずに取る。おお、青鍵あったー。あとは逃げ切るのみじゃー。おお、目が行ってるぞ。大丈夫か。これは確実に来ますね。そのようだね。うまく回避して。あとは逃げ切るのみー。すげーな、一度もまだ死んでないとか。正直初見でここまでできるとは思ってなかったわ。正直、何度も殺されるのを見ることになると思ってた。もしかしたら私には逃げゲーの才能があるかもしれない。さすがにうぬぼれるのはまずいでしょ。最後まで何が起こるかわからないんだぜ。あれ、もしかして道間違えた。ほらね、油断しちゃダメだと言ったでしょ。ここは緑の鍵あったとこじゃん。ということは、戻る道思い出したわ。あとは奴に遭遇しないように気をつけて。おいおい、余裕そうな顔しちゃって。さすがにここまで来れば4章クリア確定ですわ。今回もなんとかなったわ。さすがに何も起こらんか。何？最終章だって。隠れた方がいいな、ということらしいぜ。どこに隠れたらいいの？これに隠れられないかな。隠れられました。なあ霊夢よ。何？大体こういうのってやり過ごせずに死亡するってパターンじゃないの？でも、隠れた方がいいかって主人公言ってたでしょ。最後のクエスチョンマークが怪しいんだよ。あ、そうか。妙に隠れる以外の選択肢がありそうな言い方してるってことか。これは判断ミスった可能性。まさか見つかった。足音消えた。やっぱこれで正解だったんじゃね。やっぱり何かあると思ってたわ。テイク2行きます。いやーめっちゃ悔しい。さすがに仕方ない。一体どこへ隠れたらやり過ごせるんだ。ベッドの下は無理みたいです。時間制限来ちゃった。一応まだ動けるんだな。
触れる位置を変えながらやり過ごすのが攻略法っぽいな。めっちゃ怖えね、なるほど、奴に扉を開けさせて進む感じなのね。ちょいとヤバそうなので引いておきます。めっちゃビビった。見つかると精神的ブラクラレベルの脅かしがあるのね。ほんと今までよくあんなのに捕まらずにここまで来れたな。ほんと、逃げ芸の才能あるかもなんて言っちゃって申し訳ない。というわけでテイク3です。今度はどう立ち回りますかな。とりあえず奴が扉の向こうへ行っても追いかけずに待機してみるわ。向こうに行きました。とりあえずここで待機してみます。戻ってきた。もしかしたらここで次の部屋に移ればいいのでは。今チャンスじゃねえの。あれ、バレた。テイク4になります。おそらく今がチャンスだぜ。行きます。首吊りしたい。そこに扉あるぞ。開かないようです。マジか、また奴に開けさせないとダメなパターンか。こっちに戻ってきました。開けるかな。え、戻ってきてないか。あいつの行動わかんねえ。向こう行きましたね。もう少し様子見してから行こうぜ。思い切って行きます。マジか。うおおおおお。叫ぶ猛者。やばいやばい、どうすれば。脱出していこうか。なんと、戻ってきたみたいです。そして傀儡面猛者いますね。一瞬電気消えてビビった。とりあえずこれからどうすればいいのかな。屋敷から出るか、まだ内部を探索するかだろうね。とりあえず奥を探索して何もなかったら玄関行きますわ。あら、そこ開かなかったよね最初。無理だったんだね、姿の内住人が見えなくなってきたのかい。君の精神状態が治ってきたようだね。でも、まだ彼女には気をつけた方がいい。彼女の名前、ピヨーって言うらしい。でも、たくさんの怨念と混ざりすぎて狂ってしまった。かわいそうなことだ。今じゃ自分の名前もわかっていない。奴の名前は起用さんか。お願いだからもう出てこないでほしいな。この先に起用さんいるのかな。わざわざ声がした方向に突っ込むなんて。入れないね。じゃあ2階か。果たして主人公は生きて帰れるんだろうか。扉開いてる。イベント発生。なんだなんだ。消え出された。結構高かったぞ。
行ってました。生還しましたな。どうやら最初の庭のようだね。あとは車で帰るのみだな。もっかい入っちゃう。もういいわ。無理でした。車で街に出たとき、ようやくあの化け物屋敷から生還したことを実感した。あの後、もちろんすぐに警察に通報したが、屋敷から化け物なんてものは見つからなかったようだ。しかし、俺は確信している。姿のない住人は、確かにあの場所にいるのだ。そして西田も、今はもう帰らぬ人となっているだろう。次の日、警察から連絡があった、西田の遺体が発見されたのだ。亡くなった西田も、ようやく屋敷から出ることができて少しは報われるだろう。これで、一本の電話から始まった事件は、終わりを迎えた、はずだった。後日談あるのか？そのようだな。発見された西田さんの遺体のことなのですが。はい、それがどうかなさいました。遺体を細かく調べたんです。そうしたら、体の一部がすでに腐敗しておりまして、こうなるとあなたの証言と、ズレが生まれるのですが。それはつまりどういう。つまり、西田さんは少なくとも死後一週間は経っているんです。いや、そんなバカな、西田から助けてほしいと電話があったのは、つい二日前のことですよ。あれは確かに西田の声だった。私が言うのもなんなんですけど、こう、たまにあるじゃないですか。誰かを道連れにしようとする霊が、聖者を手招きしちゃったり。そんなわけ。その時、二日前の西田からの電話を思い出した。俺の、声が、聞こえてる、のか。恐ろしい。こっちへ、来てくれないか。わかった、心配するな、すぐ向かうから。いやー、まさか西田がすでに死んでいて、主人公を誘ってくるなんて恐ろしいことだ。屋敷に向かってみたら器用さんに追いかけ回されるわ。外来面亡者に突進されるわで、散々でしたな。いろいろあったけど、こんなにサクッと終わらせられるとは思ってなかったわ。何回も死ぬことは覚悟してたけど、最終章まで持ちこたえられたのはびっくりした。とりあえずこれで終わりにしましょうかね。ここまで視聴してくださった皆さん、ありがとうございました。